エヴァーグローは、韓国の6人組女性アイドルグループである、UFA エンターテインメント所属。2019年3月18日にシングル、アライバルオブエヴァーグローでデビュー。グループ名である、エヴァーグローは、いつも、常に、を意味する、エヴァーと、輝くを意味する、グローの合成語で、太陽の光が照らす人照らさない夜があるように、光と影を両方自分たちだけの時間に作り出す。 という意味が込められている。グループのファンダム名は、フォーエバー。メンバーカラーは、イユ、ライトブルー、シヒョン、オレンジ、ミア、ブルー、オンダイエロー、アシャ、グリーン、イロン、パープル。欧米諸国での人気が高い。デビューシングル、アライバルオブエバーグロー表題曲、ボンボンショコラは、アメリカビルボードチャートの、ワールドデジタルソングセールスチャート5位を記録した。 同チャートトップ後への K-POP 女性グループのランクインは2014年のレッド・ベルベット、2016年のブラック・ピンク、2018年のアイデラ、今月の少女2019年のイッチに続き歴代6番目だった。i t ゥック、ポップチャート19カ国1位、Apple Music K-POP チャート21カ国1位、ク u k b u c k K-POP チャート4カ国11件侵入も記録した。 ビルボードのコラムニストであるジェフ・ベンジャミンは K-POP 最高のデビューの一つと評した。セカンドシングル、ハッシュ表題曲、アディオスは、ビルボードワールドデジタルソングセールスチャート2位を記録した。同シングル収録曲のハッシュは8位、ユードントノームは10位だった。2019年8月19日に発表されたアデオスのミュージックビデオは、同月20日から3日間にわたり、 世界 YouTube 再生回数1位を記録した。累計再生回数は同月20日に1000万回、22日に3000万回、28日に4000万回、9月4日には5000万回を突破した。所属事務所の関係者は、エヴァーグローの SNS チャンネルの分析結果、アメリカとブラジルが圧倒的優位を見せています。既存の K-POP 人気がアジアに限られているという、 結果を見てもより注目できる成果です。YouTube に溢れているカバー映像やリアクションビデオもまた驚きの紹介数を記録していますとコメントした。ファーストミニアルバムレミニセンス表題曲ダンダンはビルボードワールドデジタルソングセールスチャート3位を記録した。YouTube 再生回数は公開から16時間後で1000万回、3日後で3000万回。 5日後で5000万回を突破した。アメリカの iTunes トップアルバムチャートでは8位。Apple Music ではアメリカ、イギリス、カナダなど計41カ国で iTunes では計17カ国で1位になった。2020年3月31日午後7時50分頃頃にはアディオスの YouTube 再生回数が1億回を突破し、その1時間後には ダンダンも1億回を突破した。2020年6月16日、17日には、ダンダンがアメリカの iTunes 系ポップソングチャートで2日連続1位を記録した。有名なゲームストリーマースウィーピーが個人の配信を通じ、ゲーム中にダンダンを流したのが影響したとされている。エバーグロー、YouTube チャンネル、ありがとうございます。